小牧長久手で秀吉は徳川家康を下した。その後秀吉は諸国を平定、敵対するのは関東の北条と奥州の伊達のみとなる。次の秀吉の攻撃目標は北条の居城小田原である。ネネは豊臣軍の海路を確保すべく北条に味方する海賊を退治せんと商人の船に身を潜ませていた。お前様のためだもん、梅雨払いくらいはしなくっちゃね。第4話、海賊討伐戦。みんな頑張ろうね。野郎ども、今日も大暴れしてやんな。私はお前様の北条攻めの助けになりたい。きっと海路を確保してみせるからね、お前様。ありがとうございます、旅のお方。礼には及ばないよ、あんたたちも頑張ってね。村のため、ここで逃げ出すわけにはいかねえ。うちの人の北条攻めには物資がいっぱい必要だから、それを運ぶ海上の安全は確保しないとね。俺らの村、海賊には渡さねえ。決まりだ。助けてくれ。俺らの船だ、海賊になんか渡せねえ。私も頑張ってるよ。本陣に敵が、至急救援を。
そっから逃がすんじゃねえ。囲まれてしまった。逃がしゃしねえぜ。本陣に敵が至急救援を。はっ。
俺が家業なんでね。邪魔者は消えてもらうぜ。悪い子ね。剣に代わってあたしがお仕置きするよ。つらかるぜ。こいつ強すぎだ。ありゃ、敵将倒しちゃったよ。誰もが笑って暮らせる世が近づいたかな。それからみんな、海賊なんてやめなさいよ。これでいいよな。